こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。はい、またなんかね、久しぶりに動画撮ってるみたいな感じになってる気がする。そう、ね、この前も藍染めの手伝いに行ったとかなんとかみたいな話はしたと思うんですけど、またね、今週とかもね、ちょっと草むしりを手伝いに行ったりとかで、まあ着物で行ってもいいけど着物で行く必要ないよねそれみたいな作業をサムエでやってました。やっぱりね、下がズボンになってる方が動きやすさっていうのはあるので、屋外でね、そういう作業をするときは、まあ、サムエを着てやりたいなっていうふうにやっぱり思いましたねというわけでね、着物を着てなかったりっていうのと、あと土日は着物を着てたんですけど、まあ、夫が家にいるのであまりこうやって一人で喋る動画っていうのをね、撮りづらいっていうのがね、まあ、正直ありましてそう、うち、まあ、そんなに家が広くないので、ここで喋ってることって、ね、他の部屋で待っててもらっててもやっぱ筒抜けなんですよね、何喋ってるか。で、まあ、動画を見てもらう分には全然いいんですけどやっぱりここで一人でなんか生放送じゃないけど喋ってるっていうのはちょっと恥ずかしいなと思い、そう、なので土日はね、いつも動画は撮ってないんです、私は、という感じです。たまにね、まあ、夫がちょっと外出していないって時とか、そういうタイミングあった時は撮ったりすることもあるんですけど、というわけでね、先週の、あ、ちなみに今日の日付は、何日だ、20日、4月の20日の、火曜日、違うわ、火曜日じゃない、昨日火曜日だ、4月21日の水曜日です。はい、水曜日ということで、今日はまだ午前中の時間帯なんですけど、はい私本職というか、一応仕事として家庭教師として、まあ、ちょっと生徒さんのお宅に訪問させていただいて、一緒になんかちょっとね、学校の勉強とかやったりするっていうのをさせてもらってるんですけれども、もうちょっとね、増収を図りたいなと思いまして、で、家庭教師のお仕事って、こういうご家庭のこういう生徒さん、お子さんが、家庭教師で指導してもらうのを求めてますよっていうような案件というべきなんですかね、を見つけて、で、あ、じゃあ私その条件だったらできますよみたいな話で、やらせてもらうっていうふうにやってるわけなんですけれども、それをね、まあ、個人で見つけるっていうのでもいいんですけど、そのすでにね、持ってる生徒さんのなんかこうつながりとかいろいろで見つけるっていうのでもいいんですけど、やはりね、そういうのを、まあ、なんか募集してる会社、家庭教師のなんちゃらみたいなの、結構ね、やっぱ CM 打ってたりとかされてる会社さんに、まあ、講師として登録させてもらって、で、紹介してもらうっていう方が、まあ、見つけやすいし、自分で頑張らなくてもって言ってもあれですけどね、まあ、自分でそうやって探しに行かなくても、お紹介してもらえるっていうのでやっぱ楽なので、で、それで今日これからオンラインの面接を別のある会社さんでのところで受けさせてもらって、講師としての登録をさせてもらおうかなっていうふうに思っているということです。というわけで着替えるっていう形です。はい、もう着物でやります。私最初はね、やっぱりちょっと無難に洋服で面接やった方がいいのかなとか思ったんですが、私結局ね、今の担当させていただいている生徒さんのところにも、もう着物で、まあ、許可はもちろん取ってですけど、着物で訪問させていただいてるし、そう、仕事もね、着物でもやりたいっていう風に、一応仕事としてその収入を私が得てる手段としては、仕事は家庭教なんだけど、生活の本質ってもう着物になってるなっていうのを、やっぱりこう YouTube 始めてから特にね、感じるようになったので、もうね、仕事も着物でできることしかやりたくないみたいな、まあ、それがないのであれば自分で着物でできる仕事を探すぐらいの気持ち、探すというか作るというか、まあ、何かやるみたいなそういう気持ちでね、いるところなので、はい、今回の面接も着物でさせて、出させてね、いただいて、で、まあ、その結果ダメならダメでも、最初からね、やっぱりこういう人だって分かってもらって、着物はちょっと当社では無理ですみたいな判断をしてもらった方がやっぱ
いいじゃないですか、お互いにね。最初になんかしれっとこう洋服で行って、後から実は着物ドーンみたいな感じになるよりは、そっちの方がね、お互い嘘がなくて、嘘とかじゃないけどさまあいいかなと思いまして、そう、一応ね面接の要項をちゃんと見ました。見て、で服装は自由ですっていうのはちゃんと書いてあったのは確認しました。なので、まあ着物で行くことが、まあ基本そんなやつ基本いないだろうなと思うんだけど、でも一応そのなんだろう、話の流れで行くと非常識なことではないはずっていう判断をしました。はい、そうなんですよね。まあ着物でそういう会社の登録がダメなら、まあね、個人で案件見つけて、そういうやっぱりね個人で募集かける方法っていうのもあるので、そこでまあ着物で訪問しますみたいなことを書いて、それでもいいんだったらこういう条件で、まあ、ここら辺の地域にお住まいの、あのお子さんいかがですかみたいな、そういう話になってくる感じですかね。はい、というわけで今日はねちょっとスーツイメージして、でまた結局これかよっていう人への紡ぎ、これねダークトーンで無地感で、しかもまあどうなんだろうな、フォーマルな場だと柔らかものの方がいいかなと思いつつ、私あの色無地を持っていないので、あのこれ紡ぎっていうね、訪問着とかは礼装ではあるけど、なんか清掃スーツっていう感じとはまたちょっと違う気がするんですよね。無地の紡ぎダークトーンみたいなのが、まあなんか私の中ではなんかビジネススーツじゃないけど、そういう感じなのかな。まあ本当にスーツっていう話になるんだったらウールになりますけどね。スーツってだってね、ウールでできてますからね、シルクじゃないからね、ウール着物ですよスーツは。いや素材だけで言うとっていう話ですけどね、まあ、そんなわけでちゃちゃっと着て、ちょっとねパソコンの準備もしなきゃいけないので、時間はもうちゃんと余裕持って動いてはいます今ねというわけで着替えておるという感じですね。オンライン面接なのでほんとここだけ、前履歴書じゃないわ、運転免許証を更新するのに証明写真をね自分で撮るみたいなことをやった動画があるんですけど、その時と同じ感じなのかな、映る範囲としては。一応動いたりはするので、全体的にねちょっとまあ補正とかはしてないけど、こう胸から上ぐらいの部分は綺麗に見えるようにちょっと丁寧に着た方がいいかなとか思ったり思わなかったり、まあ思ってますけど、という感じですね。いやなんかね、学生の頃とかはねこういう就職とかバイトみたいな面接とかありますみたいな話になった時にはやっぱりねすごい悩みましたね。服自由って書いてあるけどどうしようみたいな、スーツ着てった方がいいのかな、いや逆にスーツだと自由って書いてあるのにかしこまりすぎる格好で来たとかなんか変だと思われて落とされるかなとかね、いろいろやっぱ考えましたよね。なんか今思うとね、なんか何なのそれって感じですけどね、意地悪だよなとか思いつつ、何服装は自由って何なのみたいな、じゃあ本当に自由な格好で行くけどみたいなねいやなんか大人になってなんだろう、そういうところもねなんか強くなったというか恐れがなくなったというか、やっぱりね、まあ、今私あの家庭教師っていう形でそんなに毎日バリバリ働くとか社会に出てるとかって言うほどではないけどね、普通の会社員の方みたいに毎日朝何時に出勤とかさ、そういうのないけど、やっぱりそういうことやってた時代も私にはありあって、ある程度そこでなんていうんですかね、社会とは何ぞやみたいな、社会に出るみたいなことをちょっとね、まあちょっとというかやって、で、あこんなもんなんだなっていうのをなんとなくね、あの学生の時よりはやっぱり知ることができたので、そこら辺から来るものなんだろうな、このなんだろう、恐れがなくなる感じで、あとは別にねそれで採用されないとしても怖くは なくなりましたね。あじゃあ、あの御社とは合わない感じなので、じゃあ分かりましたで終わる話だなっていうことがね分かりましたね。まあ、着物の人採用する会社ってあんまりない気はするけどね、
ない気がするけど、そこであのなんだろう、洋服で行くっていうのも私のこの生活スタイルには絶対合わないっていうのは分かってるので、合わない仕事ね続かないっていうのも分かるのでね、だからこれに関してはまあ普段の生活でよく着ているものっていうか衣服のスタイルっていうのはよいしょ、まあ貫くというか、それにあそれでもいいよって言ってくれるお仕事をやればいいよねっていうふうには思ってますね。結構ねやっぱり大学生向きのバイトでもさ、なんだろう、なんかネイル OK とか髪の毛染めてて OK みたいな、そういう募集とかもあるじゃないですかやっぱり。でそういうファッションとか、ファッションよりもなんかもっと高次元のなんかすごいなんだろう意識とかで、そういうなんかなんだろう、そういうの楽しんでる方っていうのもきっといらっしゃると思うし、そういう子はねやっぱり何か働くってなったらそういうのでもいいよって言ってくれるような職場を探すと思うんですよね。まあ、探してないなら自分で何か作ればいいやくらいのそういう感じだと思うんですよね。それと同じ感じで、特にね着物って別になんか私のこれは思いだけど、そんななんかおかしな服装ではないはずじゃないですか。昔の日本はねみんなこれだったからいいと思うんだよね。もっとビジネスの世界にね、普通の一般の会社勤めくらいの世界でもこういう着物の格好っていうのが浸透しないと、それこそあの礼装としての着物は残ると思うんですけどね、なんか成人式とか七五三とかなんとか式とかさ、そういうのは残ると思うけど、普段着物はもう終わると思ってるんですよね、私の考えですけど、これはあくまでなんか、うん、何かの式典のための綺麗なあの汚しちゃいけないようなシワ一つつけないようなそういう着物っていうのは多分残ると思うけど、残るにしたってやっぱ着る人が少ないとどんどん縮小していっちゃうと思います。でさらにね、この日常生活の場で着物を着る人がいなくなったら、やっぱり日常生活の着物っていうのもなくなるとは思う。これはもう本当にすでにもう半分死んでるんじゃないかと正直思ってます。でかといって家帰ってきてから着物に着替えるみたいな生活だと私は続かないんですよ。私の場合だったら、ね、意識低いからそんなね、なんか夜からそんな着替えてどうすんのみたいな風に思っちゃうんですよ。パジャマで良くないみたいな。そうそうそう、週末だけ着るっていうそういう選択肢もありだとは思うんですけど、やっぱりねもっとこういう普段着物が広めるというか復活させるというか、まあ、復活させる必要があるのかっていう話はまたあるかもしれないけど、私としてはね復活させたいと思ってるので、そうなってくるとやっぱり仕事の場で着られないともう無理だと思うんですよ。だって人って基本的に仕事してるじゃないですか、大人になったらある程度の人たちっていうのはね、だって仕事しないと世の中回っていかないんでね、いろんな仕事があるしいろんな働き方はあるけど、それ別に洋服じゃないとダメってことなくないみたいな、そういう仕事だってやっぱりあると思うんですよ。私がやってる家庭教師みたいな仕事はそれだと思うんですよね。別になんて言うんでしょうかね、あの洋服で行ってもいいけど着物でやったところで支障はないんですよ。で現状やらせていただいてるんですけど支障はなく、特にねあの生徒さんもちょっと嫌な顔するとか嫌だって言うとかね、親御さんからもちょっとそれはって言われるとかそういうことも今のところない。まあ、もちろんちゃんとねあの説明してあの信頼関係のに基づいていいですかっていう話で許可いただいてるっていうのはあるんですけどね、それはあるにしたって別に支障はないんですよね今のところ。だからもっとそういう仕事に関しては着物を着たいなって思ってる人は着物を着られるようなそういう風になったら世の中いいなって思って、でまあ私ができることって言ったら別にないので、自分が着物の格好で
そういう場に出ていくっていうことぐらいしかできないというか、まあ、私はそういう生活スタイルなのでそうしてるってだけなんですけど、そういう風にねしていくしかないなと思って、まあ正直そこから何かが変わるってことはねないと思うけどね、ないと思うけど、まあやっとくかみたいな、そういう感じですかね。はい、まあ、これがダメでも別にね、個人でそういう家庭教師やってますみたいな感じでねできればそれはそれでいいよなっていう風に思うので、ちょっとね時間チェック、時間チェック、まあまあ大丈夫ですね、余裕は全然ありますね。であとは帯して、一応ねここ見えるかな、見えるかもしれないので帯して、でもまあお太鼓までは見えないと思うので、もう半幅帯でいいかな。はい、そうでね、インターネットでいろいろ見ててもやっぱりいらっしゃるみたいなんですよ、着物で就活をやってみたっていう、それは学生さんかな、そう学生さんでね、いやすごい勇気だなと思って、私が学生の時はね着物多分、いや着物着てなかったけど、着物着ていたとしても就活はね、あのもう捨てたけどさ、あのリクルートスーツというやつでやったと思うんですよね懐かしいな。まあ、そうやってね自分を偽装したところでね、まあ、スーツ着ることが偽装だというわけではないけども、いろいろな面であるじゃないですか、そういうのなんか就活っていう文法があって、その文法に即した行動を取るみたいな。でもねそれがね、まあ、合う人は合うと思うけど、私にはやはり合わず結構乖離してる感じだったので、まあそうね、まあ就活やる気あんまなかったっていうのもあったけど、あんまりね受けて、うんそうね、何社も受けたってわけではないけど、何社も受けたわけじゃないっていうか、1社ぐらいしか結局受けてないけど、そこも普通に不採用になってますからね、不採用になってて、結局別のところもう一つ受けたところが拾ってもらったって感じなのかな。まあなんかね、いろいろそういう就活ってありますよねそのインターネットで見た学生の方は着物の姿で面接とか全て就活やって、それで就職されてたので、いや素晴らしい勇気だなと思うし、そういう勇気が多分学生の時の私にはなかったんだろうなっていうのは思いますね。よいしょ。でももうこの年になったら割とねそういう恐れもなくなったので積極的にねちょっと行動していこうなかなと思ってます。何しようか、積極的にって言ってもね、そんななんか運動を起こすとかっていうのではないんですけどね、とりあえず自分の日常生活に関しては、よいしょ、着れるところでは着物着る、でもね、なんか畑で作業するとか、なんか体を動かした労働するみたいな話になったら、まあ着物ではないよなっていう判断を私だってするしね、そういう感じでね、もっと日常生活に即した着物姿っていうのが増えたらいいし、自分も着ていけたらいいなっていうのを思った次第であります。ね、だって机に向かって勉強するのにさ、着物じゃなきゃ、洋服じゃなきゃいけない理由なんてないよね。まあ、ちょっと袖が邪魔とかはあるかもしんないけど、そんな私としてはそこまで邪魔ではないので、私としてはね、だからいいでしょと思ってたりします。よいしょ。それでもビーターはしないっていうね。よいしょ。そんなわけでね、まあダメならダメでいいですよという気持ちで行ってまいろうと思いますよいしょ。よし、まあ映るのはせいぜいここら辺までだと思うので問題ないでしょう。そんなになんかひどい着付けってほどひどくはないと思います。ここのシワだけ取っとけばね大丈夫かな。あとは襟ですね、襟んとこだけね。よし、はいこんな感じでね、ちょっとパソコンいじってきます。はい、本日もご視聴ありがとうございました。
もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。